やってきました、絶台風0号。一つ目のステージ、出撃条件が900円以下。今回のキャラクター編成、1番猫ボンバー、2番前田刑事、3番大キョラのむき足猫、4番むき足猫、5番キモマロニャン、6番現代猫、7番猫大魔王、8番猫ロデオ、9番猫ハンギョジン、10番猫ナーガとなっております。では始祖の、ちょっと始祖のフルーツなのかな。では一つ目のステージへ、いざ出陣。コンボ、お花が咲いた、動きを止める効果アップ、ビューティフルレックス、吹っ飛ばし効果アップ、キモモモ、動きを止める効果アップ。出撃条件が900円以下。この900円以下の中での編成を組むのがとてもですね、難しくて苦労しました。で、出た5大サイクロン、私のたどり着いた編成は、猫ナーガに頼る、猫ナーガの止める動きを長くすることにしました。こちらのですね、古代サイクロンの動きを止める、猫ナーガのそのね、動きを止めるという力をコンボで増幅させる、まあ長く止めると、古代サイクロンを止めるというやり方で挑んでます。あと猫大魔王で古代サイクロンの力も弱めたい。あとね、黒い敵が出てくるので黒い敵に備えてウエスタンを入れてます。資金を稼ぐための敵があまり出てこないので、で、走行してるうちにサイクロンが私の後ろにどんどん近づいてきて城を壊されるというパターンで負けてました。今回ね、なかなか、あ、古代サイクロン消えた、もっと時間かかるかと思ったんですけど、もしかしたら猫ナーガじゃなくってメデューサでもいけたかもしれない、同じやり方で、同じ編成で。勝ちました。ではこのままの調子でね、2つ目のステージ行ってみましょう。コンボ、浮気調査、研究力アップ、空陸連携作戦、キャラクターの攻撃力アップ。これは自分たちのね、力を強めようというのと、あと古代が相手だからブンブンをね、ブンブンライダーを入れてみて、見たんですよ。あとなんかちょっと盛りだくさんにね、ダライヤさんも出てみたりとかしたんだけど、次々ね、大型キャラが消えていって負けました。では今度は エリアがね、結構ここ出てくるので、大五郎を入れてみました。あとダライヤさん、ダライヤさんとゴム猫をやめまして、鉄カッチンと鉄五郎、鉄五郎じゃ、大五郎を入れました。どうでしょうか。これね、前半はね、なかなかどの組み合わせでもうまく、まあ、あれいけるんじゃないって思わせるんですよ。でもこのね、
城から出たっていう、この後がねやられちゃうんですよ。大型がということで3回目の戦い、1番猫亀か、2番大五郎、3番チュンチュン、4番猫握り、5番グラビティ、6番大キョラのゴム猫、7番猫キノコ、8番猫カンカン、9番猫ナーガ、10番クロノストリガーとなっております。では2つ目のステージへいざ出陣。コンボ妖怪バスターズ研究力アップ、植木調査研究力アップ、ゴーイングストーンズキャラクターの体力アップ。こちらですね、1つ目のステージでも古代サイクロンの動きを止めるという方法で勝てたので、ふとね、あれクロノストリガー入れてみようかなって思って、クロノストリガーで止められたらいいなと思ってます。早速ライゴロでねお金を稼ぎたいと思います。できるだけ城を叩くまでに財布を膨らまして、一気にね大型を出せたらいいなぁと思いながら、あの城叩いたら古代サイクロンと手下たちがねどっと出てくるから、あのもうお財布の中身を、満タンにしたかったんだけど、そこまではいかないうちに敵の城を叩いてしまいました。あれ結構でも猫なんかここにいっぱいいるんじゃない。あ、古代サイクロン消えた。古代サイクロンには止めるのがいいのかな。クロノストリガーもちゃんと生き残ってます。勝ちました。古代猫第三形態へ進化可能です。古代猫、古代猫どこいる？え、古代猫の進化すっごい嬉しいんだけど、今現代猫になってるんだけど、進化、進化達成おめでとう。未来猫、え、なんかちょっとシュッとした感じ。未来の国からやってきた二足歩行型の猫、好物は猫缶と猫ボンカレー、メタルな敵と古代種に超打たれ強い。え、四足歩行から二足歩行に進化したようです。未来猫どんな風にですね、活躍するのか楽しみにしてます。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったら応援してくださると嬉しいです。ありがとうございました。